はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。カイジ様、ご支援ありがとうございました。カイエス様、ケイエス様かな。さくら様、大塚様、さくらふぶき様、ご支援とお手紙ありがとうございました。お手紙などの送り先はですね、動画のすぐ下の説明欄、もっと見るっていうのをクリックしますと、ババッと開きますんで、そちらの方から、送り先、よろしくお願いします。吉野様、津島陽子様、お手紙、ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。津島陽子さん、竹の焼酎送ってきて、いただいたテレビ改革とですね、方であります。読売新聞、その前にですね、今日はとある男性から電話で相談ありまして、NHK と契約してても支払い義務はないんでしょって言うから、これ、立花隆、N 党がそんなこと言ってたな、騙されてんだな、放送法には契約すべしって書いてあるけど、支払いなさいっては書いてねえよみたいなことを散々言ってたなと思って、それ、嘘ですからって言ったら、相手の男性は腰抜かしておりまして、で、やっぱりね、滞納されてて、ややこしいことになっておりました。非常に、こちらとしても、迷惑であります。放送法には、支払い義務があるとは書いてないとかですね、契約しても支払わなくてもいいとか、そんな嘘やデマを、流布するの、やめてもらえませんか？迷惑だから。立花隆はバカなんで、まあ、どういう脳みそで、腐った脳みそで、そういう解釈になったのかわかりませんけれども、こちらも迷惑だし、ややこしいこと、それを信じて、滞納しちゃってややこしいことになってる人も、かわいそうですから、やめてください。あと、あそこの大きな欠陥がですね、立花が、これこの通り、間違ったことを、大声で言ってもですね、たしなめる人がいない。党内にですね、N 党内に、それ間違ってますよ、代表って言ってくれる人がいないっちゅう大欠陥ありますね。まあ、組織として全然ダメなんで、もう腐りきってますんで、まあ、早晩滅びるとは思いますけれども、今月の初めにですね、2年6ヶ月の休憩されてるんですよね。脅迫と、業務秘密侵害罪かなんかでね。まあ、来年早々判決出るらしいんで、その時息の根止まるとは思いますけれども、とにかく迷惑ですから、デマや嘘を垂れ流すのやめてください。真面目に NHK 滅ぼそうとしている我々に大迷惑です。よろしくお願いいたします。読売新聞調査予想、これ聞き取り調査とか、あなた比例はどこに入れますかっていうのを調査した結果だと思います。衆院の比例議席は全部で176あります。ということはあれか、300ちょっとが選挙区ってことですかね。自民は66議席から70程度に増えるでしょう。公明は21からちょっと増やすでしょう。共産もちょっと増やすでしょう。維新20前後に躍進するでしょう。これ3倍ぐらいに増えるわけですね。立憲は62から42に激減、まあ20ばかし減らすでしょうというのが読売の調査の予想の結果であります。ネットの反応です。選挙区では共産と譲り合ったが、比例は割れたままだから、じゃね。なるほど。選挙区は譲り合ってですね、候補一本化したもののですね、比例はまあ譲ってねえから、そのまんまなんですね。共産は沖縄以外じゃ勝てないから、比例は譲れないもんな。立憲共産党一人負け、森掛桜が足りないのでは。政府の邪魔しかしてないから。枝野は代表辞任かな。まあ選挙で大敗北したら枝野は代表辞任かな。私の予想では辞任しません。C 和夫同様ですね。どんなに選挙に負けても
責任取りません。それがあの左翼の特徴であります。共産党と合併すれば躍進できるぞ。与党勝利ではなく立憲敗北ってことか。接戦の選挙区も多いらしいから立憲大敗北の可能性あると。今までの支持者も離れる。共産と組んだのが大失敗ってね。告示前のあの衆院議員数なんですけど、まああの比例と選挙区足したやつですね。括弧の中が靴沢の予想であります。自民276、まあ大した変わらない。ちょっと減るかもしれない。公明29がちょっと減る。28になる。27になるかもしれない。自公で305が、まあ、305変わらず。立憲110は80になる。30ばかし減ると思います、私。共産は12が11にちょっと減る。まあ、硬いんでちょっとだけなんですけど、維新は3倍に、躍進する。まあ、総数が465だそうで、あの、衆院のあの、定数ね。過半数が233。安定多数って呼ばれてるのが244。絶対安定多数が261だそうであります。まあ、あの、絶対安定多数まで行くと、あの、揺るぎないものになるんだろうな。3分の2は310議席。これは、あの、改憲の時なんかの条件ですね。自公以の改憲勢力は334で310を上回ってますけれども、ただし、公明は土壇場で裏切ると、私、あの、読んでますんで、人民と維新で306か、ちょっと足りねえな。プラス、テレビ新聞必死の寝書き案で、国民投票が危ないですよね。3分の2取ってですね、国会取って、国民投票だってことになったら、あいつらの朝から晩まで必死必死で、会見すんなって、あの、寝書き案すんでしょうからね。オールドメディアね、あの、衰えても未だに最大の影響力を誇ってますから、特にあの、高齢者にね。会見を持ち出すのは、まあ、あの、スパイ防止法を成立させて、スパイをじゃんじゃん捕まえてから、電波オークションや嘘報道厳罰化など放送制度改革を成し遂げた後なら楽勝かな。まあ逆に言うとこの2つやらないとちょっと危ない、危なかしい、おぼつかない。まあ時間はかかりますけれども、段取り踏まえて徐々にやってってもらいたいな。なんで9条があの平和憲法なんだ、日本人は抵抗せずに殺されろっていうね、そういう条文でしょうね。参院福島瑞穂と衆院一人だけだった社民党がですね、今回衆院議員が引退で一人ぼっちになったそうであります。社会党の政党後継者も見る影ないですね。社会党、かつての社会党、まあ大勢力誇っておりましたけれども、社会党の非政党後継者の立憲も同じ道を進んでほしいな、思っております。なんで非政党後継者っていうかっていうと、まあまあ政党後継者は社民党なんですけど、社会民主党ね、赤松とか枝さつきとか戦国とか元社会党の連中がいっぱい入ってたから、あ、今は少なくなりましたけどもね。赤松はまだいるのかな。防衛に対する共産党の信者向け説明がこちら。こちらホームページに載ってたやつですね。1、大軍縮します。2、日米同盟を破棄します。3、機が熟したら自衛隊も廃止します。一挙にはできませんので、一歩一歩段階的に進める。自衛隊の危険性は明らかです。とか、説明しちゃってね、信者にね、ネットの反応です。頭おかしい。同盟破棄なら軍縮しちゃダメだろ。ノーガードになるじゃん。やっぱダメだ。殿下の宝刀、相手と酒盛り。完全に狂ってて、それを隠す気も全くない。人民解放軍に守ってもらう。人民軍を招き入れる気満々。中国に日本を差し出す気。日本人を人民軍に殺させる気満々と。次は警察をなくして裁判もなくす。そのうち選挙もなくします。まあ、人民軍にとってですね、自衛隊の危険性は明らかです。これ主語はね、人民軍ですね。日本人にとって自衛隊の危険性は
明らかではないですよね。全然危険でも何でもないですからね。つうか、災害の時なんか、助けてもらってるし、軍縮して、同盟破棄した時点で、人民軍に、攻め入られるのは、明白ですよね。ノーガードになっちゃうなら。一般向けでなくてですね、完全に信者向け説明ですけど、信者どもはこれ見てですね、おかしいとは、思わねえのかよ。思わねえのかよ。軍縮して、同盟破棄して、その時点で攻め滅ぼされちゃうだろうっていうのを思いつかねえのかよ信者どもはよってイラッとくんですけど、これが思わないんだな今でも共産党の信者をやってるような脳みそのいがれた連中はこんなとは思わないですね。日本が滅びるのが先か、共産党が滅ぼすのが先か、帝国と共産党の共存は不可能であります。こういう大事な方針はですね、全部不破鉄造90歳が考案するんですよ。不破鉄造党ですから、あそこはね、いまだに、つまり不破鉄造の X デイが共産党の大転換期ですね。90歳ですから、遅かれ早かれそのうち来るでしょう。 X デイ、不破鉄造の、頭を失った蛇はどんな行動するんだろうか。のた打ち回って周りに被害与えないといいんですけどね。オリラジの藤森慎吾さん、この方ですね。自らチャラ男のイメージで売ってる方ですけど、最近立て続けに家の前に週刊誌記者がいて、突然写真を撮ってきたので、こちらも動画を回したら、想像以上に動揺して、これ何かに出るんですか、出さないでもらえますかと焦る様子。いや、誰が言ってんだよ。自分で撮っときながらこっちで撮ると、何焦ってんのっていう話なんですけど、ネットの話もっとやっていいと思いますよ。同じことされてるんだから、いいぞこの流れ、非常にいい。芸能人が週刊誌に振り回される時代を終わらせてくれ。打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけと。記者はなんでこんなに焦ったのかっていう話なんですけど、私の、推測ですけれども、多分職場からこれ教えられてるんでしょうね、この知識。迷惑防止条例5条2で罰せられる行為、不安を覚えさせるような行為を反復して行うと。家の前に最近週刊誌記者がいて、反復して行ってますよね。不安を覚えさせますよね。家での前にいるんだから。おまけに写真も撮ってくるんだね。具体例1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居などの付近において見張りをし、住居などに押しかけ、または住居などの付近をみだりにうろつくこと。まんまですね。まんま。つまりこれをやると、迷惑防止条例5条に、罰則が懲役何年か分かりませんけれども、自宅付近にうろつくってまんまこれですね。記者はこの迷惑防止条例に違反してる俺はって確信してっから、確信犯だから、録画されて被害届出されたら、人生終了、前科がついちゃうから、だから焦ったと。会社もクビになるかもしれないしね。メディアはですね、違法行為を確信犯でやっておると。NHK 集金人もですね、これがバッチリ当てはまりますんで、自宅前で帰宅を待ち伏せされたなんて相談結構あるんですけど、特に女性。録画、そういう場合はですね、録画して100飛ばしてください。罪に落としてやってください。前科つけてやってください。集金人なんてやってるやつ、ろくなもんでねえから、ひどい目合わせてやってください。集金人のなり手がいなくなれば、NHK は崩壊します。集金人の働きだけが頼りの NHK ですからね。100飛ばすときに、これ迷惑防止条例の5条2に違反すると思うんですけどっていうと、効果てきめんであります。本当に適面です。これ警察にこれ、相手が法律知っているとなると、おってなりますんで、すぐにね、おってなりますんで、そうでない場合はですね、警察めんどくせえから、あれなんですよ、なるべく動きたくねえな、いうことで、様子見ててくださいよ、ね、言いますけれども、迷惑防止条例5条2ってか言われると、おってなって動かざるを
得ないんですね。警察もですね、日本のため、日本人のため、なんて考えて働いてる人、一人もいません。私は警察と付き合いいっぱいあるんで、断言しちゃいますけれども、彼らは自分のこと、自分のために働いてます。まあまあ、サラリーマンってやつですね。ドラマに出てくるような熱血刑事とか、熱血警官とか、いねえから。世の中に。いねえから、ドラマになるんですよね。その辺中にゴロゴロいたら、そんなもん珍しくなくて、ドラマになんねえわ。映画とかにもなんねえわ。というね、持論っていうか、私はそう確信しております。けれども、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。